じゃあ壇ノ浦スタートいたしました。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではですね、今日もいい天気の中お越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ壇ノ浦のちょっとですね、説明をさせていただいてから今日のゲストのトークに移っていきたいと思うんですけれども、まず樋口くんの、はい、今日の樋口くんのじゃないですね、壇ノ浦の説明をさせていただきたいと思います。樋口くんの説明を僕がしてもね、これ絶対ねあんま意味ないですもんね。はい、ガンノートとはですね、がん経験者によるがん患者のためのインタビューウェブ番組となっております。まあ、医療情報は、お医者さんだったりとか主治医、そして病院に聞いたらいいと思うんですけれども、それ以外の情報ですね、どうやって仕事復帰したのとか、恋愛結婚どうしたのとか、お金どうしたのとか、いろんなさまざまな、日常生活も含めていろんな課題があると思うんです。その中の情報といったところを一番知っているのは誰かということで、やっぱ経験した人も知っているんじゃないかということでインタビューをして、でそれをインターネットで配信してみんなと共有できればという思いで活動しています。がん患者さんの悩みとしてがんノートでは3つ大きくあるかなということを思っていて、センシティブな情報の不足、ネガティブな情報や偏見、そして孤独といったところに関しまして、情報不足に関しては一歩踏み込んだ患者情報ですね、今日もいろいろあることないことは喋るんですけれども、はい、そういった患者一歩踏み込んだ患者情報、そしてネガティブな情報や偏見といったところに関しては、今日来てくれている樋口君のようなリアルなロールモデルを提示していき、そして孤独といったところに関しては、こういった生放送を通して皆さんと時間の共有をしていければなということを思っております。こういった活動に関してもですね、ぜひガノートのホームページからご支援もいただけたらなということも思っておりますといったところで、はい、私のじゃあちょっと自己紹介もさせていただけたらということを思っているんですけれども、岸井東と申しまして、肺細胞腫瘍のサバイバーです。でステージは 3B かな、当時はでした。で、NPO 法人ガノートの代表理事を今してこうやって、はい、おりますというところで、じゃあ次にですね、今日のゲスト樋口くんの、はいはい、紹介に移っていきたいと思うんですけれども、樋口くん、じゃあちょっとこれを言っていただけますでしょうか。はい、はい、樋口雄太郎と言います。がんの種類は甲状腺がんで、ステージは1になります。はい、で2013年の10月11月に、がんが発覚して、もうすぐ4年ですね。4年経って14、15、16、そうですね、それぐらい、それぐらいで、今は、その後転職とかして、はい、結婚をして、おでそうですね、というところで来てます。はい、幸せ絶頂期なので、ちょっといろいろいじっていきたいと思います。はい、そんな樋口君って呼んでいいんですかね、はい、なんて呼んだらいいんですよ。樋口君でいいですよ。樋口君でいいですか。はい、はい、樋口君とじゃあ呼ばせていただいて、はい、はい、やりたいと思います。あ、騎士髪切ったって言われてるんですか。そうです、そう、髪切りました、最近。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと行きたいと思います。発覚から宣告についてなんですけれども、はい、お、樋口君ファイトっていただいて、頑張ります はい、発覚から宣告といったところでですね、はい、樋口君がどういうふうにがんと発覚して、そしてどうやって宣告してきたかと、はいはい、樋口くんが宣告するんじゃないですね宣告される側ですけれども、友達に宣告お医者さんからどういうふうに宣告されてきたかということをちょっと伺ってもいいでしょうか。はい、あ、分かりました。はい、2013年の8月に前の会社で健康診断を受けて、で9月ですね、その翌月の9月に普通にも会社を辞めて転職活動をしようと思ってました。で、転職活動していく中で健康診断で前ちょっと肺かどっかが E とか F とかで引っかかってたんで、とりあえず健康診断受けて新しいなんか病気があったら困るなと思って一緒に病院も行ってたら、がんですっていう告知を受けたんですよ。早いな。そう、受けたんですよ。ただその告知受けたんですけど、多分がんだよみたいな感じで、
そう了解です。で、うん、3日後に会社を辞めたんですよ、うん、え、それも早いね。そうだから10月に、まあ、10月頭ぐらいから病院何回か行ってて、はい、ちょっとこれ書いてきていただいてるので、ちょっとだけ見ていきましょうか、はい、2013年の8月に前職の健康診断を受けて、あのそうね、健康診断やってるもんね。で受けて、でそれから2013年の9月に転職活動を開始した。ほうほうほう。で転職活動を開始して、で2013年の10月に辞めて、辞め、あ違うな、告知されて3日後に退職して、あそうです、いや俺やべえじゃんってなったんですよ、そこで。いやいやいや、やべえじゃんね、なるよね、なって、でその後、うん、そう本当早いんですけど、うん、もう本当これリアルなんですよ。でその後1週間で告知を受けた日に、うん、今働いてる会社の説明会があって、うん、ほう病院行って告知を受けて、多分おそらくがんだよって言われて、で夜転職活動してたんで合同説明会みたいなのあるじゃないですか。でそこ行ったら今の会社を見つけて、でとりあえず、まあ、そこからそこは面接が始まってったんですけど、そんなんで面接を受けながらちょっと病院も行きつつ、で1週間後ぐらいに、内定が出て、でその後最初に、はい、そうです、最初に受けた病院は、うん、ではちょっとこれ以上詳しく調べられないって言われて、がん、はい、専門病院に行って、うん、でそこ、うん、でそこで初めてがんですっていうふうに言われて、ようやく入院や手術ができるって話になって感じですね。はあ、字が綺麗って、ありがとうございます。全然関係ないところでね、ありがとうございます。ちょっと待ってね。まずじゃあちょっと整理していきたいと思うんですけれども、2013年前職の健康診断で、はい、まあ、肺とかが F だった、はい、あのなんか、うん、そんくらい、そんくらいだったと、 F とかだったと、はい、でちょっとやべえじゃんと思って、まあ、転職活動も開始しつつ病院にも行ったと。そうです、行ってきました。でその時のその病院ですぐではない、まあ、2回ぐらいやって、でなんか CT とか、うん、そういう状だとこれはがんだと思いますよって言われて、でその後細胞診っていって、うん、甲状腺のところに針を刺してがん細胞を取るんですけど、うん、あるんですけど、それでそこの病院では取れなかったんですよ、がんが。おお、そうなんや。でも私で、そので、でも先生は私は絶対がんだと思うよって言われて、どっちなんだよみたいな。細胞診で分からなかったと。そうです、2回やったんですよ、その病院。マジ で2回やったけど取れなくて、取れへんけど画像上はこれ絶対がんだと思うんだよみたいな感じで言われて、でもうここじゃ無理だからがん専門の病院に紹介状書くよって言われて。へえ、そういうパターンもあんねや。そうです。なんでここ括弧仮1位2って書いてあって、仮って書いてあるんですけど、がんなのかなっていう存在を知ったのが告知1回目で、うんうんうん、翌月にちゃんと告知を受けてみたいな。ああ、そういう感じだったんや。はあ、じゃあこれまあその時にがんかもしれ、まあこの時仮の方はがんかもしれないよっていう、そうです、まあ、あのお医者さんとしては僕はがんかもしれないだと思うけどねっていう感じじゃないですか。でそこからじゃあ、あのその時一人聞いてたわけですよね、申告を。どうでした、そう、心境としては。心境としては、僕この前職の時保険会社に勤めてて、がんになったら困りますよみたいな営業マンだったんですよ。やべえ、実際自分に起きたみたいな感じ。本当そんくらいの感覚で、それよりも僕も会社もう辞めなくちゃいけなかったんで。そうだね、そっちの方が心配だったんですよ。そっちよりも最初、辞める、辞めない、辞めるとこ、ここら辺の方が心配やったと、退職すると。そう、なんで本当に多分死に向き合ってはまだなかったのかもしれないです、自分の中で。言われた時に。じゃあ、その後、まあ、その告知を受けた後に、はい、まあ、そのね、今の内定先が受けて、はい、で、2回目の告知宣告を、その1週間後と言いましたっけ？1週間後に内定というか、2、3週間後ですね。
あ、泣いて出てから次の病院で、がんですってようやく言われて、だから初めて告知、まあ、過去仮でがんっぽいよって言われてから1ヶ月ぐらいですよ。それでちゃんとがんですっていう風になりました。質問で体調の異変はありましたかって。体調の異変は、いや特にはなかったんですよ。特にはなかった。本当に前の会社はもうやめようやめようと思ってて、でとりあえず健康診断受けたらがんじゃんみたいな。甲状腺ってことはさ、そこも腫れてもなかった。腫れてもなかったんですよ。そうなんですか。全然何もなくて、写真とかで撮っても別に腫れてるわけでも何でもなくて、ただ病院行ったらあれあれまみたいな。ということは、あの会社に病名を伝えましたかみたいなのあるんですけど、その時はもう伝えてもなかった。もう3日後に辞めるし、あ、前の会社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 には伝え、結果的に、まあ、ちょっと自分の保険の手続きの関係で伝えました。ああ、そういうことね。そうです。了解です。またね、あの今の会社の話はちょっと後での仕事のことの時にちょっとお話ししていただければと思います。はい、あ、そうね。じゃあ全然自覚症状なくて、会社の健康診断があったから見つかったみたいな感じで。そうです。ラッキーパターン。ラッキーパターンですかね。そっか、僕の場合ね、会社の健康診断で見つからなかったパターンなんで。はいはいはい。僕全然オール A レベルの、なんか、はい、あの全然血液検査の値も異常なかったんで、はい、ああそういうのもあるんですね。でも前の会社の健康診断で甲状腺ではなくてなんか肺とか引っかかってて、そうね、だからそこから調べていったら肺はまず何もないよって言われて、うん、で肺から上の方順番にこう見ていったら甲状腺がなんか大きいねって言われて、ああそういうことか。そうです。肺で異常あるよって言ったけど肺ではなかったんか。そうです。最初内科で見てもらったんですけど、すぐ耳鼻咽喉科行った方がいいよみたいな感じで、すぐその最初の病院で紹介してもらって耳鼻咽喉科、咽喉科に行ったと。ありがとうございます。でそこから、はい、あの治療をどうしていったかっていうところをちょっと行ければと思うんですけれども、はい、まあ、内定出て、そこから宣告の2を受けましたと。でその次に、はい、治療入院して、もうそうなんですよ。もうそこ入院してから転職って感じです。書いてあるけど、あの入院して、はい、何しましたか。入院して手術しました。で手術しました、はい、右側の甲状腺を取って、はい、それで終わりだったんですよ。手術して終わり、手術して終わりだったんですよ。一番ラッキー、はい、はい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 、もう早期だったんで、うん、見つけたら右側の甲状腺だけ取ればいいよって言われて、でその後薬飲むのかなとか思ってたんですけど、うん、片側だけ残ってたら、うん、特に薬も飲まなくてよくて普通なんで、あ、そっか、甲状腺ってあのなんか蝶々みたいな感じになってますよね。そうです。そうです。でなんか日本だと片側だけだ残してたら別にあの薬も飲まず普通に生きていけられるって言われて、へー、両方取ってたらもう一生薬みたいな風に言われたんですよ。まあ、ちゃんとね、それは当時の話ですからね、2013年に、うん、まあ、今だと変わっている可能性もありますし、ちゃんと医療情報は、うん、あの素晴らしい人たちに、先生たちに聞いていただければと思うんですけど、まあ、樋口君の場合はそうだったと。そうですね。あ、じゃあ片一歩だけ取ってもう片一歩残ってるからホルモン的にも問題ない、うん、問題ないんですね。はあ、そうなのね。え、ただその手術を受けるっていうことになったら、はい、結構怖かったりしなかったですか。そうですね、手術受ける前はすごいやっぱり怖くて、ちょうどまあ転職活動も終わってたんで、うんうんうん、ようやく手術受けるまでの間はがんの情報を自分でネットで調べたりとか、ネットで調べていろいろしたりして、うん、でもそれぞれ調べれば調べるほどなんか不安が増幅してくるみたいな、うん、あ、どういう情報を調べたんですか。ちなみにブログとか、ブログとか、あと本屋行って甲状腺とかなんかで本屋行って調べたりとかいろいろして、でもなんかもう本屋にある本も別に知識を入れるためじゃなくて、なんか読んですっきりしたいっていう。ああ、そういうことね。そうです。もうお医者さんもいるんで自分で治せないし、治療法というよりはなんかもう知って、知って自分の気持ちを楽にしたいっていう。うん、
そういうのでいろんな情報を探したと。そうです、ね、で手術、まあ、受けますよという形になって。そうですね。え、傷とかさ、大丈夫？傷はちょっとここになんかおあるあ、わかるかな、ちょっと待って、はい、この赤いこの辺が多分これか。で、この、うん、このそうですね、この点はなんか、うん、多分手術の糸かなんかの残っちゃったらしくて。糸が残っちゃってなんかそうで、うん、なんか溜まって、うん、るよみたいなことを今お医者さんに言われて、うん、なかなかこれ取れなかったんで最初若干不安だったんですけど、別に大丈夫って言って。あ、まだ今でもそうです、ね、全然。けどそれって言われないと分かんないですね。そう言われても、そう分かんなくて、全然なんかちょっと赤くなっててもなんか書いたのかなとか、なんか出来もできたのかなぐらいでしか思わないんで、うん、あ、手術が軽くてよかったねということで、はい、まあそうだね。そうですね。そっか、じゃあ、まあ、特にそこの傷が残るかもとかっていう不安も特になく、そう、あとまあなんか女の人とかだったら、うん、こう傷残るの気にするけど、まあ、うん、君男の子だし別に大丈夫だよねみたいな軽い感じの先生だったんで、うん、結構その辺もうなんか精神的に結構楽にしてくれたっていう。ああそうなんね。そうですね。で自分のその、はい、あの手術に対する不安はなく普通に行って、手術をした日とか、はいはい、どれぐらいで終わったんですか手術は。手術は3時間ぐらいで。あ、そうなんや。軽く終わって、朝9時から12時過ぎぐらいで終わって、気づいたらもう病院、ベッドに戻ってて。そっか。なんかそれで手術の日は痛かったとかっていうのはなかったんですか。ああ、ここは痛くなかったんですけど、その後丸1日中ベッドの上だったんで、うん、腰痛いとか。ああ、そうね、腰がね、ずっと同じ体勢にならないといけないから。そうなのね。じゃあ治療としては本当手術だけでよかったと。よかったんです。今じゃあ今はお薬も飲んでないし、はい、放射線も別にしなくてよかった。しなくてよかったんですよ。うん、すごい。そうなんね。早期でやっぱ発見できてからよね。それも。そうですね。すごいラッキーな患者なんだろうなって、うん、結構。周りの人とか見ると思うんですけど、まあそれも会社の健康診断でね見つかったから本当に良かったんだなと思います。ありがとうございます。はい、あのまあその時の樋口くんの、はい、写真がありますので、はい、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、こちらです。ドン。そうですね、ちょっと入院が2週間しかなかったんで。2週間の22週間の、いや2週間中じゃないですよこれ。その後ちょうど本当写真がなかったんで、その後初めてこれ家族旅行で沖縄に行ったんですよ。あ、これ手術の後、これ手術の後。あと、あ、あれ手術の前の写真は手術こっち、これよね。手術、あ、手術の前こっちです、ごめんなさい。あ、これ今これ、あ、こっちか、はい、これ旅行です。はい、ですよね。そうですね、すいません間違えました。これ手術の前です。手術の前、これ 何の時の写真ですかこれ。これは普通に多分家族と食事するときに、なんかノリで家族が撮ってくれた写真ですね。ちょうど、まあ、土日保険の営業してたんで、多分外回りとかしてて、その帰りに夜ご飯食べようって言って。ああ、もうだってもう営業で疲れてますもんね、目がね。そう、うん、そう、この頃 目死んでますよ、ね。もう目が。目がもう、いや、そう、なんか笑顔引きつってるな、みたいな。だいぶ笑顔引きつってますもんね、本当に。なったんですよね。そうですね。はい。まあこれがまあ今日この時はもうがんもあるってことよね。がんあるってことですね。あるってことね。あるってことです。この何週間後に分かった。この、まあ、1ヶ月後とか後ぐらいにはもう分かったと。いうこと。で次の写真がこちらになります。いえいえ、ドンと。はい。また黄昏れてる感じの。黄昏れ雰囲気です。これ沖縄ですね。これ沖縄。これ沖縄で、え、これはいつの写真ですか。これ、沖縄で何、どうして。沖縄で家族で旅行行ったんですよ。なんかもう家族が会期祝いをお祝いしてくれるって。ああ、そういうことね。なので手術してから、じゃあこう手術して1ヶ月、2ヶ月後、1ヶ月、2ヶ月後に沖縄行って、で、黄昏れてる。黄昏れてる。あえて
もうちょっといいポジションありますよね、多分ね。あえてこのなんかあの、あの沖縄って言われ、普通に多分これ、そうです、湘南とか湘南って言われても分かる。そう、しかも冬なんで。冬なんか。そう、沖縄は2月行ったんですよ、これ確か。2月か1月行ったんで。あ、そうなんですね。そこの写真で。そうです、はい。家族仲がいいねとか、あの沖縄いいなとか言われてますね。え、これはまあ黄昏れて、うん、そう、がんの、まあ、治ってっていうか、うん、復帰してよかったなみたいな、うん、黄昏れてるし、この時は目は死んでないですよね、大丈夫ですよね。そうです、この時は大丈夫です。この時は大丈夫、大丈夫です。もう確か会社は新しいとこ入って2日目、3日目ぐらいに行ったんですよ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。で、こちらが今の写真になります。ドン、はい、逆光、逆光。もう逆光、これもういいっす。逆光感、自分が見えてない。自分が、いや、ここは僕が大事ではないんです。これは僕が大事じゃない。はい、うん、その何が大事なんですか。これはこれモルディブなんですよ。おお、海が大事なんで僕はここ必要なかった。おお、これはこれはあのなんでモルディブなんですかね。これは家族旅行、新婚旅行に。おお、新婚旅行に行った時の写真、モルディブで撮った写真。この時はもうがんのことは全然大丈夫。全然大丈夫です。全然大丈夫な、まあ、今のこ のあの感じですよね。そうです。でモルディブでこの、朝食ですかね。あ、ハンバーガーを食べてらっしゃる。そうですね、朝食、まあ、昼か、昼食べて外の海見て、お外の海見て、おしゃれなカクテルみたいなの飲んで、みたいな。はあ、この時の目は死んでないですかね。この時は、あ、逆光で死んでるのかな。違うな。そうですね、まあ、若干もともと目が細いので、うんうん、まあ、いつも死んでるかもしれない。でも、前、2枚前のやつよりは生きてます。2枚前のやつよりは生きてます。もう新婚旅行いいなって言われてます。ありがとうございます。まあこういった多分家族との旅行だったりとか、はい、まあその奥様との旅行って言ったところもあると思うので、はい、ちょっと家族のことといったところをちょっと聞いていきたいと思います。はい。新婚旅行で目が死んだらダメでしょってこうあのコメントで突っ込まれてます。はい。家族、はい、はい。樋口家。樋口家の家族をちょっと教えてください。どんな構成ですか。まあ今結婚してるんで自分と奥さん。はい、いるっていうと自分のご両親は、そうですね、両親がいて、うん、あと妹が2人います。なので5人家族。あ、そうなんですね、5人家族で、はい、了解です。じゃあその時がんって知った時に、はい、ご家族の反応とかってどうでしたとか、一緒に来てくださいとか言われませんでした、宣告の時。宣告の時は、宣告の時は特に言われなくて、宣告の後もう手術とか入院の手続きの説明するから、うん、その時にはもしよかったらご両親呼んだらっていうふうに言われました。じゃあご両親にがんって宣告、あの伝えるときにどうやって伝えましたか。伝えたときは、うん、その最初の1回目のときにがんらしいよっていうふうに、普通になんかもうちょっと気は動転してたんで、そのまますぐ電話して、そのまま電話して母親にすぐ電話して、うんうん、がんかもしれないって電話して感じで。 お母さんの反応どうでした。その時は、あ、そうなんだみたいな感じで、多分でも電話しちゃったんでちゃんとは分かんなかったんですけど、そう、後から聞いたらもうすぐ自分の父親とかに連絡して、なんかいろいろ多分情報収集を始めてくれたみたいな。そっか、じゃあもうすぐ情報は収集してくれて、はい、どんなサポート、あのそれ以外になんかサポートとかあったりとかしましたとか、あとこうしてほしかったなとか。それちょうどやっぱり会社辞めようとはしてたんで、うん、まあ、転職の、うん、相談とかそういうことを自分の父親にはしてました。どういうふうな、はい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 、じゃあお父さんのアドバイス的にはどんなアドバイスを。父親のアドバイス的には、うん、本当はちゃんと次決めてからやめなさいみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、ちょっと事情が事情だったので、うん、
であと若干自分がもう先に転職活動に踏み切っちゃったんで、うん、自分で決めればいいやと思ってたんですけど、うん、そうですね、なんで結構そうなんで次の会社にがんだった時にどうした方がいいよみたいな一般的な事例みたいなことを教えてもらいました、うん、お父さんから。そうですね、僕のがんはやっぱりそんな重いっていうかわけでもなくてなかったので、これくらいだったら多分行っても次の会社に行っても別に問題ないんじゃないっていうふうにいうなアドバイスとかもらったりしたんで、そういう形だったんですね。じゃあお父さんお母さんたちはまあそういった形だったかと思うんですけど、まあ、妹さんたちにもがんっていうことは伝えたんですかね。はい、そうですね、まあ、伝えましたね。それはどういう手段で。それはもうがんかもしれないってことは1ヶ月前に分かってたんで、うん、もう分かったらすぐ LINE でがんだったって、まあ、兄弟 LINE で。ああ、兄弟 LINE みたいなのあるんですね。がんだったよって言われて、そしたら頑張ってって軽っえ、本当にもうそんな感じ。あ、そんな感じですよ、まあ、あ、そうなんや。樋口家結構ライトな感じなんですね。ライト、うん、そうです。なんか多分、うん、まあ、あんま重苦しい雰囲気になるよりも、うん、明るくなんかやってた方がいいんじゃないっていう、家族の感じもあったのかもしれないですね。じゃあ、まあ、じゃあその妹さんたちからはまあ、そういった形でなんか励まされたりだとかして。そうですね、で家族的にもっとこうしてほしかったっていうのは特に大丈夫でした。強いて言うなら、言っちゃいましょう今のもうちょっと、もうちょっと、まあ、すごいライトすぎた感はやっぱりあったんですもうちょっと寄り添ってほしいなって思いつつ、うんうんうん、もうちょっとね、もうちょっと確かに確かに、もうちょっと寄り添ってほしいなと思いつつ、うん、まあまあライトだったからライトで良かったこともありますしね。はい、ありがとうございます。まあその家族、まあ樋口家っていったところあると思いますけれども、はい、そこのね、あとのその恋愛結婚のところって、はい、いろいろその先ほど奥さんも、はい、と結婚したっていったところもあったかと思うので、ちょっとここについても、はい、特に深くお話ししていただけると、うん、分かりました。ありがたいです。まずその当時は、うん、何だった当時は彼女はいたと。いなかったです。え、あ、そうなんや。全然いないです。全然って言わなくてもそんないないですよ。普通のいないで大丈夫ですよ。いないその時は全然いなかったです、はい、いや、いなかったと。当時はいなかった。当時いなかったです。当時いなかった。じゃあその時は当時はもう、ね、その女の人に伝えるとかしなくてもいいかと思うんですけれども、うん、じゃあその後、あれですよ、今の結婚って恋愛結婚、まあ、恋愛お見合いみたいな。おーおーおー、あ、そういう感じなんですね。はい、じゃあその時に、はい、まあ、今の奥様と会う時に自分が癌だったって伝えたんですか。あ、そうですね、付き合う時に伝えました、癌、うん、だったっていうふうに。伝える時にね、結構ハードルとかなかったですか。なんかですね、ちょっとちらっとお見合いって言ったんですけど、うん、ちらっとお見合いって聞きました。間に仲人さんみたいな人がいて、おお、お見合いなんでも結婚前提みたいな感じじゃないですか。結婚したくて。そうなんですか。あ、そうそう、そうです、うん、お見合いなんで、そうそう、そう、もう結婚前提のやんなんですね。そうそうです。なんで、うん、その仲人さん経由でもう向こうのご両親には、うん、僕ががんだったんだよっていうのを伝えてもらったんです。そういう伝え方もあるのか。なんで自分の向こうの両親が多分娘さんというか僕の今の奥さんに多分伝わってっていうことはちょっと先にやっといてもらって。ああ、お見合いする前にもう。あ、いや、じゃあお見合いした後です。お見合いした後に、もう何回か、まあ、2回ぐらいあったんですけど、うん、でも3回目ぐらいに向こうの両親とうちの違うな、あ、その後つ、まあ、僕と今の奥さん、うん、2人でデートして、うん、結婚前提に付き合ってくださいっていうことを言ったんですよ。でその時に実は僕もこういう病気だったんだって言って、だからその前日前々日ぐらいにもう経由してもらって、先に、あ、その言う前に前々日ぐらいにもう仲人さんからこう情報だけは流しといて、それで伝えました。情報だけ流しといて2日後ぐらいに自分からも言うと。そうです。
はあ、その時なんか葛藤とかなかったですか？ありましたね。まあ、それでダメだったら、まあ、嫌だったけど、まあ、諦めるしかないなっていうふうには思いました。うん、あ、がんのこと分かってくれるとか、ちゃんと病気のことも知ってくれるじゃないと、うん、結婚できないなっていうのはあったんで、それを分かってくれる奥さんだといいな、未来の奥さんだといいなと思って、その時は付き合ってくださいって普通に言いました。ほう、そうなのか。で、あちら側も、うん、その今の奥さん側も、はい、分かりましたと。そうです。いうことで、ほう、そういう葛藤があったんですね。なあ、そっか、そういう方法もなんかなんか新しいなと思って。すごい。だって、もうちょっとだけ聞いてもいいですか？はい、だって今だと、はい、お見合いって僕多分足です、うん、すごい珍しい。お見合いも、うん、そもそもびっくりされましたね。お見合いもびっくりされた。誰に？普通の友達。普通の友達に、うん、確か、うん、いつだっけ、2016年6月ぐらいにお見合いして、うんうん、7月末にプロポーズしたんですよ。1ヶ月後ぐらい？1ヶ月後、うん、あ、意外？1年後ぐらいか。違います、1ヶ月。え？2016年。うん、お見合いなんで、うん、はい、僕が初めて会ってから、初めて会いました、うん、3回目に、うん、結婚前提に付き合ってくださいって言ったんですよ。え、初めて会って、それ6月に会って、そこから1週間ずつ会って、そこから1週間ずつで、デートしたのね。デートして、うん、3回目に付き合ってくださいと。で、そう、まあ、そうです、そうです。で、付き合ってくださいって言って、うん、で、その次の週ぐらいにはもう家に来たんですよ。両親に紹介するために。ほう。で、5回目に向こうの両親が東京に出てくるって機会があったんで、まあ、6人で会って、うちの両親と向こうの両親とお互いで、で、そしたら、向こうのお父さんから、なんかもうよろしくお願いします感じになって、じゃあもういつもプロポーズしようかなっていう感じになって、で、その後一回挟んで、ハサミーのちょっと自信がなかった、ハサミーの7回目にプロポーズ。7回目に。ほー、そこどんなシチュエーションで、言える範囲でいいですよ。言える範囲でいいんですけど、ちょっとそうです、ね、どんな夜、うん、百貨店の上 なんかにて庭みたいなところがあって、あ、庭園のある ね、はいはいはい、で、夜そう、誰も見られたくなかったので、おそこで言いました。おお、そっか。で、あちらも、まあ、はいと、はい、いうことで。そうなのね。そうか、そういう展開もありなのか。ありです。ね、大です。すごいね。結婚したいからお見合い潔くて男らしいなってあ、そうですね、結婚したいからお見合いしました。なんで普通の恋愛は、うん、普通の恋愛必要ないと。あ、ごめんごめん、それ言い過ぎ。そんなそういうことじゃない。いや、モテてたらそう言いたいですけど、別にモテてたわけじゃなくていや普通に次付き合う人とは結婚したいなと思ったんで、何が早いかなと思ったら恋愛かなと思って、じゃあで自分の両親に誰かいい人いないってお願いしまくったんですよ。はあ、そういうことで。なんかそう、お見合い系のアプリとかさ、はいはい、いろいろ今だとあるじゃないですか、はい、ああいうのじゃないですね。違います。ああいうのじゃなくて、もう両親経由のなんかいい人いないかサーチして。あ、じゃあよかったですね。本当に今奥さんと結婚できてるってこと、本当にいい人が見つかったってことですよね。あ、そうですね。ほう、なんか今奥さんに言いたいことありますか？奥さんそれ無茶ぶりすぎる？結婚してありがとうございます。おお、ね、あ、さすが男らしい。じゃあ、まあ、奥さん、ちょっと話を戻すと、まあ、奥さんにもその 何回目かでデートした時に、まあ、がんのことを伝えて、それも受け入れてもらって、あ、大丈夫だなということで結婚していったということですね。ありがとうございます。そっか、ありがとうございます。じゃあですね、そこからの妊孕性のことと
というところで、はい、まあ、妊娠性って妊娠のしやすさだったりとか、うん、まあ、その子供のできやすさだったりとかそういったところに用語にはなるんですけれども、はい、まああれよね、そういったところってどうやったりとかするんですかね。自分自身ってことですかね。はい、樋口君自身の。僕自身はそういった説明とか受けた？いや、受けてなくて、うん、工場線ってわけじゃないですけど、僕はの場合は別に普通に妊娠とか別に、まあ、そこら辺は別に問題ないよね。手術してそれで性機能にどうこうっていったところじゃないもんね、はい、ホルモンが出なかったらあれかもしれないけど一家タイプあるしね。そうです、あるから。そうです、特に問題は特にそこは何も問題なくといったところでかな。はい、ね、奥さん見てるのかなってコメントもありますけど、奥さんには伝えて。あ、これは伝えてます。おお、奥さんよろしくお願いします、ね、本当素敵な方です、はい、何で俺が何で俺が俺が恥ずかしくなるね。じゃあ次に仕事転職のことというところで、はい、行きたいと思います。はい、これねちょっと今日のゲストのやっぱ樋口くんにすごいここのことはちょっといろいろ深掘って聞きたいなということを思っていますので、ぜひお願いしたいんですけれども、はい、まあ、当時お仕事をしていまし、保険関係のお仕事をしていましたと、はい、で、目が死んで、だからやめると、目が死んでしまってやめて、でがんが発覚し、でそこからその時に転職活動もして、で転職先に今転職して、今は何されてるんですか？今は SE、 SE システムエンジニア、システムエンジニアをされていると、うん、あ、じゃあ全然業界変わっ、あ、全然変わっちゃうんですね。じゃあ SE をされているといったところで、まあその時に、まあお仕事の時に仕事でこうなんですかね、まあがんのことを、まあ、前職にさっき請求する関係上言わないといけなかったっていうのもあったと思いますし、でその後の後者の方、内定出てからのところにどう伝えたかとか、うん、はい、あと転職活動の時に、まあ、そのことがんのことを伝えたのかどうかとか、うん、いろんなところをちょっとお伺いできればと思うんですけれども、はい、そうですね、がんが正式に告知されるのが先か、うん、内定が見つかるのが先かっていう、うんうんうん、両方を一気に、うん、にやってた時期だったんですよ。まあ、やってるって言ったらおかしいですけど。そうですね。はい。そっか。前の。もうこの前のところで、だって退職して、はい。で、そこからこうですもんね。11月そうです。なんで。もうこう1ヶ月ぐらいしかないですもんね。そうなんで、うん、転職活動中の時自体は、まあ、正式にがんではなかったんで。うんうん、疑いですもんね。疑いだったんで。そのことは、まあ、隠すんじゃないですか、まあ、普通に言わなくてよかったんで、それで普通に転職活動してました。いや別にがんということは言わず、言わずに転職活動したと。で内定を、うん、が出た時に、うん、次になんか条件面談とか、いつからじゃあ実際働くのみたいな面談が一回あったんですけど、その時に実はがんかもしれませんっていうふうに言った。ほう、がんですとまで言えなかったんです。がんかもしれなくて、がんじゃなかったら、まあ、早く多分終わるので、もうすぐにでも働きたいですっていうふうに伝えてて、がんだったらちょっと入院とか手術とかいろいろしなくちゃいけないので、ちょっと1ヶ月か2ヶ月は分かんないんですけど、また改めて入社時期相談させてくださいっていうふうに伝えました。そう伝えたんですね。じゃああちらからの返答はどんでした？向こうからはたまたま甲状腺がんみたいな人を過去なんか人事 の経験の中でそういう人が実際いたことがあるっていうのを出てくれてて、へ、甲状腺がんじゃそこまで重くないってことも知ってくださったので、うん、まあじゃあちょっとじゃあ待ちますよみたいな感じで、なんで実際に手術の日とか入院の日とか分かったら逐一連絡入れてくださいみたいな感じで、結構電話でやり取りとかメールでやり取りとして連携しながらやってました。あ、そうなんですね。じゃあまあ会社側も甲状腺がんについては知っていて、まあそのステージ1で、はい、手術すれば問題ないだろうと、はい、
まあ、そういったところも分かってくれてて、うん、でそれで待ってくれたと。そうですね、待ってくれました。その、まあ、じゃあ手術前とか、はい、今から こんだけ手術してこんぐらいの復帰になりますっていうのは、はい、樋口くんが伝えたメールとかで。あ、そうです、メールと電話で伝えました。メール電話で。ああ、そうなんですね。その時に主治医になんかこうこうこうだからとか相談はした？誰かに相談したりとかした？あ、その時にも、まあ、両親とかお医者さんの先生に、まあ、相談してこういうふうに言った方がいいんじゃないっていうふうな感じのはありましたね。で、そうですね、で一応あれだ、転職するとき、転職、実際2月に働き出した時に人事の人からはちゃんと治りましたよっていう、治療終わりましたよっていう証明書はちゃんと出してねって言われたんで、ちゃんとそれを出して、そうですね、働く初日にそれ一緒に人事の人に出してって感じで、普通にそのまま働けるみたいな。働けると。ほう、でもその時には自分はもう、結構体力とか落ちなかったですか、手術で。手術で、あ、そうですね、2013年の1月には退院してたんですけど、その頃はやっぱりちょっと落ちました、うん、こんなに落ちるんだって思って、なんで結構自分で外に歩くところから始めて、とりあえず働ける、大げさですけど働ける体力をつけようっていうふうに思って、結構1月はいろいろ外で歩いたりしてました。ね、治療終了の証明書があるんだねっていうこと。そうですね、でもお医者さんに言えば書いてくれるとは思うんで。でそれをやったと。そうですね、でもそれで晴れて、じゃあここで、転職して、はい、転職して働き始めたってことだよね。そうですね、2012月からは。もう4年くらいですか、ね、もう4年経って、うん、今も全然問題なく、今も全然問題なく何なくやってるということですね。はい、ありがとうございます。じゃあそっか、けど転職、僕ちょっと、まあ、樋口くんの仕事でもし違ったらあれなんですけど、はい、まあ、SE の人って自分の会社でやることもあれば、はい、もしくは他の会社で行って、うん、そこのなんかチームに加わってやるパターンもあるじゃないですか、はいはい、どっちのパターン？今はお客さんの、お客さんのところ行ってそこの SE としてやるパターンじゃないですか、はい、お客さんのところにもう伝えるの？いや、伝えないです。それは別に、別に治ってるっていうか元気だから、うんうんうん、それによって何か影響あるんだったら伝えなくちゃいけないですけど、うんうん、ないので伝えないです。問題ないか。そっかそっか。自分の会社の上司とかには伝えてます。会社の上司には昔こういうことあったんですよっていうことは伝えてます。そっか。じゃあ、まあ、影響があったら伝えるけど、別に今のところ影響はないから伝えなくても大丈夫だと。そうですね、いうことですね。はい、ありがとうございます。なんかそっか、仕事でけどこういうことに気をつけておいた方がいいとか何かあったりとかしますか、もしあればですけど。仕事で、前職でも今の職でも、なんか無理しないことですかね、まあ、気をつけるっていうか。無理しないこと。なんか前職結構無理しすぎてた感はあったんで、うん、あの目を見たらねそう、あまりいいアドバイスじゃないですけど、なんか無理しすぎてたからがんになったのかなって自分で思ってて、ああ、なんか適度なところでやっぱセーブしないと、うんうんうん、また同じように同じ働き方したら同じがんになっちゃうのかなっていうことは自分気をつけながら仕事してるつもりです。まあね、がんの原因はね、ないとかも言われたりとかしますけれども、まあ、九州の場合はもしかしたらそういった生活も影響してたんじゃないかということですよね。ありがとうございます。では、次にお金保険のことというところで、はい、はい、保険はもちろん、もちろんそうです。入ってた？入ってました。お、自社の。自社の保険。自社の。自分の会社の保険を入ってて。お金どれぐらいかかりました？ざっくり大きく言うと。高額療養費入れて申請はしてたんで。申請して。それ差し引きしたら、うん、20万ぐらいだったと思う。20万いかないとか。すごく楽に。20万ぐらいで。
保険もちゃんと入って入ってたんで、そっから出しました、ね、そっから出したし、一時金も出るやつ、一時金も出るやつです。おお、じゃあプラマイで言ったらプラスな感じ、感じですね。まあそうけど、そのプラスな感じでもなんかいろいろ他に使ったんじゃないですか、がん、がん関連で、がん関連、ああそうですね、うん、がん関連、がん関連で、がん関連で、あ、じゃあ、質問ちょっと変えますけれども、その例えばその一時金、はい、え、入院してからもお金出て、で一時金も出てっていうと、大体まあ一時金でどのパターンで出るやつでした、50万で出るのか100万で出るのかっていうと、まあ、言えるあれでいいんですけど、ごめんなさい、言えるあれでいいんですけど、そうですね、そのやつの中で結構、はい、医療だけで使うっていうよりも、例えばタクシー代だったりだとか、服とか、そういう意味、いろんなものも必要じゃないですか、はいはい、入院するときの予算だったりだとか、はいはいはい、手術、そうですね、あ、なんでそういう意味だと、うん、その前に親にちょっとお金借りて、先に親に出してもらって保険後で降りるんで、あ、そうだったんですね。 それで、まあ、なんかそういうのをまとめても親にちょっと払ってもらって、うん、後で保険で親に返すって流れでした、ね、まあ、それで今2、30万ぐらいはかかったということ で、うん、で保険入っててどうでした、良かったですか。ちなみに保険営業マンの方に聞くんですけど、もっと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 保険営業マンの方にちょっと聞いてみるんですけど、良かったですよ、良かったし、もう一回やろうとは思わないですけど、うん、もしやるんだったら、うん、すごい説得力のある営業マンになるんだろうなってそうね、そう、確かに確かに、そう、若い人に向けて何があるかわからないからということで、確かにね、ありがとうございます。まあ、まあ、保険入る入らないはもうその人のそれぞれですしね。そうですね。それはあと、うん、保険で言うと、あとがんになると保険料も免除をできるっていう特約とか結構あるじゃないですか。そっか。なんで今僕が1個入って、その元々入ってた保険はもう今お金払ってないんで。お金払わなくても保証はずっと続く。そうですね。その契約内容までの間は続く。はあ、そっか。じゃあもう一回不謹慎な話、もう一回がんになっても、はい、その保険は使えると。使える、そうです。ほう。ちょっとラッキーとか思ってる。いや、まあまあラッキーで、まあ本当良かったなってことですね。そうね。まあそれもちゃんとね、最初に見つけたからね。そうですね。あ、そうなんです。そっかそっか。ちなみにいつまで続くんですか、その保険の契約は。いや、でも多分10年ごとに更新みたいなのやつなんで、うん、あ、じゃあ更新時期来たらなくなるの。更新時期来たらなくなるのかな。多分そうですね、多分何もできないんで、多分なくなるんだったと思います。まあそういうパターンもあるということね。僕もあんまり、そうですね、ちゃんと僕自身がね、保険まだ入れないんで、はい、そうですね。そうなんですね。入ってないんで、あれですけども。なんか今入れないですもんね。新しく僕も、もうそういう就寝とか掛け捨て保険入れないから、そういう意味だから良かったなっていうのはあります。もう入れないからね。確かにね。はい、ありがとうございます。いや、次に辛い克服といったところで、はい、まあ樋口くんのどんな時、精神的に肉体的にどんな時に辛くて、はい、どう克服したのか。うんうん、ちょっとそれをお伺いできたらと思います。まず肉体的に辛かったことってありますか。肉体的には、うん、ないとは言わないですけど、まあ、だから体力落ちてた時はなんでこんな落ちてんだろうって思いましたけど、うんうん、まあ、それはもうこのビビたるもので、うん、まあ、やっぱ精神的に転職活動と、うん、がん告知やったんで、2013年の10月11月あたりは辛かったですよ。で内定、本当にでも一番辛かったのは内定出た後に、うん、がんと向き合うじゃないですけど、いろいろネットで調べたりとか、うんうん、本で探したりするときは結局がんのことしか考えなくていい状況っちゃ状況ですけど、うん、逆に
一番面と向かってる時だったんで、その時はとっても辛かったですね。そのとっても辛かったっていうのはどんな感じで辛かったんですか。自分じゃ治せないから、うん、解決法があるんだって、まあ、人に、まあ、医者に頼るしかないですけど、うん、なんかそれまで結構不自由なく生きてきたなっていう方だったんで、結構家族とか結構いろいろ親切にいろいろやってくれたりしてたん で病気になって、そうですね、うん、病気になって、そう、でも家族にも助けてもらえないし、お医者さんにしか助けてもらえないんで、がんを取り除くっていうことに関して、うん、がんがあること自体で手術がまあ1ヶ月後にあったんですけど、うん、それまでの間が辛かったって。結構落ち込みました、その時は。あ、そうですね。で、落ち込むたびに本屋に行くとか、はネットを見るとかして、もう何もその解決法はないけど、そうやって落ち着かせるなんかっていうことですか。あとはそうですね、親しい友達にはちょっと遊んだりとかして、気晴らしに遊んで、そう、自分が病気だったよってことを、病気だよってことを伝えた上で、あ、そう、友達にはどうやって伝えたんですか、病気だったってこと。友達には、本当に仲いい友達には直接今度ご飯行こうよって言って、うん、その時伝えたりとか、あとは僕自身そんな Facebook やってなかったんで、当時は。で、友達が 3,40 人しかいないぐらいだったんです。なんで初投稿でいきなりだったんですけど、これくらいだったらまあ言っても確かに、まあ、Facebook の初投稿でいきなり、そうです、うん、初投稿ですがみたいな感じで、あのさっきのさっきの紙みたいな感じで1ページ目を、うん、の内容を、こういう感じで、こういう感じで、これ投稿しました、こんな感じで投稿しました、こういう感じですよ。そう、200人300人の前とか友達いたら、うん、絶対嫌だったんですけど、うん、30人40人だったんで、うんうん、僕が結構もう 1,2 年以内会った友達だったんで、まあいいかなと思って、30人ぐらいの、まあそれってまあ自分のね仲いい友達やし、 その人たちだけならいいかな、いいかなと言われて、それで Facebook の初投稿が、初投稿で、こんにちは、初投稿でびっくりさせてごめんなさいみたいな感じで、びっくりするわっていう。そうです、その返しも何人かからいただいて、あ、ほんまにその返しも。そう、で、まあ、そこまで伝えたら、もうあとなんかもう聞かれることも、うん、聞かれてももういい、うん、まあ、誰か知ってる人、友達いるだろうなとか思って、自分5人、例えば友達と5人で遊びに行って4人とも知らないとかの前でいきなり言うって結構嫌だなって、なんか言いづらいなってのがあったんで、先に知らせて先制攻撃じゃないですけど先に知らせて自分のフィールドを作ってくれて大事大事、自分のフィールドね。 そっか、まあ、そういった形で友達も伝えて、はい、でまあ、みんなと、まあ、あの、まあ、そう、遊びに行ったりだとかして気を紛らわせて、そうです、ね、だいぶ不安な気持ちを克服してきたという形になります。はい、ありがとうございます。ではですね、あと3つ4つの質問があるので、ちょっと、はい、いきたいと思います。後遺症のことということで、はい、はい、井口くん、何か後遺症はありますか。今はないんですけど、うん、まあ、ここ手術したんで、うん、その当時はなんか飲みづらさとか、あ、なんか変な感じがしました、詰まるっていうか、そういう感じはありましたね。そっか、今は大丈夫なんですか。今はな、そうですね、なんかその感覚にもう慣れて気づかないのかわかんないですけど、今はもう大丈夫ですね。その当時はやっぱり手術した後だったんで、今よりもなんか詰まる感覚がありました。詰まる感覚、なんかここがきつくなってるみたいな感じですか。そうですね、なんか飲み食道がなんかそうですね、グッて飲み込むとこういく感じで、ん、飲み込むと、そう、なんか多分普通口がこうあって、はい、まあ、こう食道があるじゃないですか。あります、はい、感覚的にはこの辺のものがこう飲み込むとこういく感じで、ここが
降りづらくなるみたいな。え、飲み込むとここどっちどっちで口飲み込みますと、そうすると前に出てく感じ。いや後ろに、前のものが後ろに行く、前について何行くとか分かんないですけど、なんか後ろに行く感じで、前のものが後ろに行く感じ。そうするとこう狭くなるじゃないですか。そんな感じありましたけど、飲みづらいってことです。おーらしいです多分これは多分なった人にしか分からへんやろうな。そう、甲状腺がんの人、友達とかに聞くと、うん、なんか飲みづらいねみたいなの結構聞きます。食べづらい、飲みづらいってあったけど、うんうん、その前意識しなかった、分かんなかったけど、なんか手術の後はそういうのあるねっていうのはよく甲状腺の友達言いますね。ああ、そう。そっか。あの傷を他の人に指摘されたことありますか、はい、っていうコメントもいただいてるんですけど、どうでしょう。あります。あるあります、あります。ここの出来物のこととか、なんか出来物できてんねとかっていう感じ。それでもあ、そんな感じ、そんな感じもあれば、これどうしたのとか、どうしたのと、大丈夫とかっていう何回かありますね。その時どう返してるんですか。その時はがんしてた人だったらこれ手術痕だよっていうふうに言うし、知らなかった人だったら、まあ、ちょっと帰っちゃったんでって全然レベルが違うやん。いや違うんですけど全然違うんですけど、なんかもう知らない人にいちいち説明するのがもう嫌なんですよ。分かる分かる分かる。もう全部ねゼロから話さないといけないからね。それでまずどうやって分かったの、こうやって分かりました、でこういう手術でした、大変じゃなかった、ああ大変でした、うん、分かんないから、でその場でなんかどんよりとした重い空気になるのが嫌だったんで。ああ、そういうことね。何回かそういうのは、まあ、あったんで、初めての人だと。なんでもう最近、うん、がん知らない普通の友達とかに会った時はちょっと帰っちゃって、まあ、別に大丈夫だよみたいなそうね、うんうん、お前バカだなぐらいに思ってくれた方がまあまあ確かに雰囲気もあるしね。そうなんです。雰囲気がねちょっと落ち、あのがんっていうのでちょっとね、うん、みたいな感じになるし、まあ、そこをまた解消するとかいうよりも、そうですね、もう普通にあ、変えちゃったぐらいでいければね。あ、飲み屋とかで、うん、喫煙席で、まあ、がん知ってる友達はで、まあ、タバコ吸う人とかいて、あともう一人全然知らない人がいて、うん、樋口はタバコ吸わないよってその知らない人から言われた時に、結構友達とかが樋口はダメだとか結構なんかうまい感じに結構言ってくれるんで。へえー、いいっすね。そうですね。そうしたらもうそこから話広がらないんで。そっかそっかそっか。樋口はタバコはちょっとみたいな、みたいな感じ言って、あの知ってるがんを知ってる、これは怖ってことだよね。なんでもうがんを知ってる人との友達の、まあ、当たり前かもしれないですけど、そういう友達としか最近なんか付き合わなくなってきましたね。へえー、あ、じゃあこういう関係もちょっとだけ変化はあったんですね。ちょっとだけ、そうですね、がんになってから、うん、なんか、はい、私にも首があるけど指摘されてぎょっとしたことがあるというコメントになりました。はい、ありがとうございます。次に反省失敗、はい、あの時こうしておけばよかったなということを、あの時こうして、ゆうたろうさんがあの時こうしておけばよかったなと、もうちょっと入院なければよかったのかとか、例えば分かんないですけど、まあ、結果論にもなっちゃいますけど、はい、先に健康診断でもっと詳細に詰めとけばよかったなと思います、うん、ほう、というと結局一時的に無職の期間ができてるんで、やっぱ会社に在籍して、前の会社に在籍したまま、ちゃんと入院して、そっかそっか、よく間開けない方がいいっていうじゃないですか。ああ、確かにね。で、そこまでやって、次の会社にはもう直した状態で、まあ、行けば、それが理想論でしたね、結果論で言えば。そうか、もう健康診断の結果とか、うんうんとかじゃなくて、もう辞めることは決定してたから、そうです、そうです。もう結婚診断のやつを、もうちょっと早めに分かってってこと？それとも、健康診断分かってからもうちょっと、辞める時期をずらせばよかったってこと。明日健康診断に向けて、まあ、1ヶ月ぐらいに結果が返ってくるんで、それもあってから辞める判断をしたらよかったなって今思いますね。ああ、そうね。であとその時は自分で悪いと思わへんもんな、健康診断もね、うん、そっかそっか。確かに健康診断で悪いところをちゃんと見つけて、それから
ちゃんと治療法とかも分かってからやめたらよかったっていう、その3段をちゃんとすればよかったそうですね、いうことですね。まあね、その時ならって分からないから ね、 ね、結果論やしね、確かに。分かります。ありがとうございます。はい、では、すみません。医療従事者への感謝、要望というところで、何か、はい、江口君の。その、やっぱり、ちょっと転職活動を挟んで、新しい会社に行くってこともあったんで、ちゃんとこういう、証明書が必要ですって言ったと言って説明したらすぐちゃんと書いてくれたりとか、保険出してもらうにしても保険の請求書とか、うん、そういうのを結構 すぐやってくれたんで、すごく次のステージに進むにあたって、うん、それをちゃんとよくサポートしていただいたなっていうことはすごい思います。逆になんかこうして欲しかったなってあります？医療者に。医療者に1回目の時に見つけてほしかったな、うん、そうね、1回目の時にね、何回もこう整形して、そう、結局見つからず、科学的根拠がないまま、うん、告知で告知だけされるみたいなそれ珍しいよね、確かに。他の人がどういう告知のされ方したかも知らないですけど、うんうんうん、なんか中途半端な気持ち悪い感じで、でも事実だったら怖いなと思ったんで、なんかその細胞診の、うん、なんだろう、その確率なんかをなんか上げてほしいなとかっていうのは思います。確かに、うん、確かに。そう、え、どんな、小さい針でぶっ刺される？あ、小さい針で、そう、刺されて、抜く、で、それを取って、で、1週間後待って結果はこうだった。2回目やってもんな。そう、で、ちょっとダメだったからもう一回やろう、もう一回行こうかって言ってやって、ここじゃ取れないで、1週間後行ったらここじゃ取れないけど先生、僕本当にそうなんですかねって聞いたんですよ、僕。そしたら、うん、私はそう思います、うーんって感じでしたね。だからそこのなんかロスとか、ロスって言い方がおかしいですけど、いやいや、そう、いやけど1回目にちゃんと分かってたらね、不安感をなんか取り除くように、なんか治療法の確率もなんかどんどんパーセントが上がっていけば、もっとこれからまあ細胞診だけじゃないですけど、うん、そういう告知をされた時の不安みたいなのってなんか抑えられるのかなっていうふうな気はします。ねえ、その当時 の、 その細胞診してもらった病院は、はい、その市民病院みたいなところ？あ、そうですね、市民病院みたいなところ、まあそれなりに、ここだっけな、どっかの大学の付属の病院だったんですけど。そっか、あの、ごめん、どんな病院だといい、いいと思いますか、いい病院だと思いますかって。どんな病院だったら、うん、どんな病院だったら、まあでもすぐにその先生がこの病院じゃでも逆にダメだってことも言ってくれて、すぐ紹介状書くっていう、確かにね、すぐ次のことをすぐに判断してくれる病院とかだったらいいかなと思います。確かに、僕もそのがんセンターに行く前に、あの大学の付属の病院で整形受けて、はい、でそこで言われたのは、ここで治療することもできますと、うん、でその時は私たちはそれの全力でこうやりますと、うん、ただすごく希少なあのものなので、がんセンター行った方がいいんじゃないですか、うん、あ、行った方がいいんじゃないですかって言うんです。こういった病院、専門な病院もありますし、どうしましょうかっていうことを言ってくださいましたしね。そうですね、なんで、そうです、そういう常に次の手段を提示してくれるような、そうです、こうところの病院がいいと思います、ね、もうちょっとです。まあそこにとどめさせるとは言わないですけど、うん、そうなっちゃうとやっぱり患者さんも大変だと思うんで、はい、ありがとうございます。そういう次の提示をしていってほしい、はい、ということでした、はいはい。キャンサーギフトのことなんですけれども、はい、まあ、あの樋口君が、まあ、がんになって失ったこともあると思いますけれども、はい、得たもの、得たことっていうのは何でしょうかということをちょっとお伺いできますでしょうか、はい。なんかもう本当にいろいろあって、うん、がんになった初告知の時に
次の会社も見つかったし、はい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 、まあ、見つかったっていうか、まあ、その面接行ったりとか、うん、と、まあ、いろいろあるんですけど、そういう意味だとなんかすごく今思うと幸せだなと思うんで、なんか幸せとか幸せもらいましたね。そのまあお仕事のことだったりとか、結婚するにしても、うん、自分ががんだったこと分かってくれたし、うん、そういう、まあ、奥さんとか仕事とかあげればきりないんですけど、うん、まとめたら幸せをがんからもらった。そうですね、がんがきっかけ で今の自分の人生はあると思うんで、うん、そこからのスピードが、がんになる前と後だったら自分のなんか行動とかスピードがどんどん速くなってるんで。ああそうなんや、行動とかも。そうで、だんだん毎年毎年、うん、なんかいいことが今続いてるなって感じはあるんですよ。転職も2014年にできたし、うん、2015年はにスタンドアップのメンバーの人といろいろ交流会とか結構行ったりして、うん、スタンドアップって若年性がの患者会。そうですね、行ってこんなが同い年とか同世代でこんながんの人がいて、でやっぱ周りの人と比べると自分すごい楽な方だったんで、そういう情報とかもやっぱそういう患者会とか行かないと絶対分かんないですし、うんうん、っていうふうに2015年仲間増えて、2016年にお見合いして2017年結婚もできたんで、うん、そうね、そう感じて毎年毎年なんかいいことが今のところ続いていると。今年も何かいいことがあるといいなと思いながら。確かにね、まあがんになってから、まあ、まあ悪いこともあったけれどもいいことが今のところ続いてるから、そういった幸せをもらえたんじゃないかと。そうです、ね、ほう、じゃあ2018年どうなるか期待ですね。本当に自分も楽しみです、うん、ありがとうございます。いや、樋口君の夢、はい、夢はお20代でお父さんになりたいなと思って。おお、20代でお父さんになりたい、うん、そうです。え、今27、あと3年以内に、はい、まあ、お子さんを持ちたいということですよね。そうですね、シンプル。おお、ちょうど2013年、うん、僕がんになった半年ぐらい前に、うん、祖母がんで亡くして、うん、そうなんですか。でその祖母が帰って、2017年、去年結婚式あったじゃないですか。去年結婚式をやりましたね。その時にご祝儀袋に、はい、祖母が樋口って書いたご祝儀袋で僕のおじいちゃんが持ってきてくれたんですよ。それでお金出してくれて、だから僕のおばあちゃんが、そう、亡くなったのに、亡くなるほどに自分で樋口って名前で書いておいてくれて、多分僕のおじいちゃんに渡しておいて、っていう話をご祝儀袋もらった時に自分の父親からされと祖父からされて、ゆうたろうが結婚した時にこれを使ってくれと、されて、うん、で今他っていうか僕の父方の祖父と母方の祖父祖母は今生きてるんで、生きてる、その3人が生きてる間にひ孫を見せたいなっていうのがあって。ほう、ひ孫なるんや。そう、ひ孫で、僕の子供ができてそのひ孫になるじゃないですか。はあ、そっか、祖父やもんね。そっかそっかそっか、まあ、自分が孫やもんね。そのまま子供を見せたいと。やっぱりなんだかんだがんになって家族に一番迷惑とか心配かけたんで、家族にまず恩返ししたいなっていうのがあって。おお、素敵。もしかしたらね、いい感じにいったらもしかしたら今年分かるかもしれないし、分かるかもしれないし、ね、来年かもしれないし、来年かもしれないし、再来年かもしれないし、だから20代で、あの子供を持ってたらなっていう夢が今あります。はあ、いいですね。そういね、ちゃんとね、うん、あのおじいさんおばあさんが生きてる間に出す、あのこう見てもらうというところで、うん、ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、最後のちょっと質問にはなるんですけれども、はいはい、今闘病中7歳というところで、ぜひですねちょっと樋口君からあちらのカメラさんに向かってこのメッセージをいただければと、はい、ドンと出して、はいはい、はい、仲間を作ろうということです。仲間を作ろう、はい、じゃあなぜ仲間を作ろうなんですか。がんって診断を受けたときは
やっぱ僕の周りにがんになる人も、祖母はがんで亡くなりましたけど、ほとんどいなかったんで孤独だったんですよ。でもやっぱ仲間をどんどん見つけていくことで、自分自身のストレスもや不安みたいなのも少しずつやっぱ和らいで、だん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 僕自身今結婚もできて、新しい会社でも働けて、まあ結婚も新しい会社も今自分のがんのことを分かってくれて、そういう仲間が今この4年間で一番どん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 増えてきたなっていう感覚があるので、がんになっても絶対一人じゃないから、どんどん、まあ最初やっぱ厳しい、きついかもしれないですけど、自分から少しでも楽しく幸せになるために仲間を見つけてこう作ろうとしていけば、自分自身が楽になるんじゃないかなと思って仲間を作ろうって書きました。やっぱいろんな人がいたらね、相談もしやすいですしね。そうです、相談もしやすいし、今こうやってがんノートとかもあるのも、どんどん情報も集められて、すごくだんだん社会的にもだんだんいい感じになってきてるのかなっていうふうに今思うんで、どん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 仲間を作りやすい環境も今できてはきてるかなと思うんで、確かに確かに、こういうメッセージにしました。仲間を作っていったら、いろんな、まあ、自分の悩みも相談できるし、相談できるし、そうです、で何かしら支えてやっぱもらえるし、もしかしたら自分にとっていい解決策を導いてくれるかもしれないし、一人じゃやっぱ何も始まんないなっていうところですか、ね、ぜひぜひ仲間を作ってくださいと。これ例えば今闘病中の人で、はい、その入院してて、例えば抗がん剤を受けている人だと、はい、なかなかこう外に出たりとかそういったことができないなと思っちゃうかもしれないですけど、そういった人たちにはどうしてもらったらいいですかね、うん、僕自身がやっぱ入院している時に、うん、やっぱ元気な方だったので、うん、僕結構患者さんと仲良く、前に寝てるおじいちゃんと結構仲良くなったりとかして、あ、そうなんですね、その患者さんとはいつもカーテンを開けたままずっと2週間ぐらい過ごしてたんですよ。だからそういう、まあ、僕みたいだったらおかしいですけど、元気な患者さんとかやっぱいると思うんで、そういう人と、まあ、まあ、仲良くなれるチャンスがあれば仲良くなるし、うん、もしくはあとやっぱ看護婦さんとかにやっぱ相談とかすると結構やっぱり楽になるんじゃないかな。あ、じゃあ仲間っていうのも患者だけじゃないんですね。患者だけじゃないです。患者だけじゃなくて医療関係者もそうですし、いろんな人たちとこれを機会につながっていろんな相談をしたりとかしてほしいと。そうですね。そうすると自分が病気で治った時に多分行動力みたいなのもどん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 上がっていく気もするんで。ですよね。コメントでも仲間に支えられるよねとかっていうコメントをいただいております。ありがとうございます。はい、仲間を作ろうという樋口君からのメッセージでした。はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっと最後に告知をさせてください。はい、はい、次はですね、次回のがんノートは、はい、3月25日の日曜日13時から国立がん研究センターの中央病院19階のレストランマハナにて胃がん経験者の西村さんをお呼びして、お話をしたいということを思っております。はい、またぜひぜひ2週間後来ていただければと思いますし、まあ、今のうちにお伝えしておくと、次がその次が、4月の15日だったりとか4月の第3週の日曜日で、その次が、ま、今後ですけれどもまた4月の、第次は5週の日曜日があるので、そういったところでやっていきたいなということを思っております。はい、そしてまたがんノートを、配信していくためにぜひですね、がんノートのホームページのご支援のところからもしよければご寄付もお願いできたらなということを思っております。ずっと活動していくためにぜひぜひよろしくお願いいたします。そして、ま、こういったがんノートの方に協賛してくださっている、傍聴公務様、山口県のリフォームマイスター周南を運営されております。はい、また生きるを作るのアフラック様と世界的グローバル企業の IBM 様にもご支援いただいております。ありがとうございます。はい、といったところで、今日の配信の方ちょっと早めなんですけれども、まあ、いい感じにサクサクこう言っていただいたので、進めていきましたけれども、どうでした？結構最初はめっちゃ緊張するって言っておっしゃってましたけど、いや、なんかもうちょっとうまく喋りたかったなって思いつつ、いや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 、全然、じゃあ2回目撮り直しましょうか。話すネタをもうちょっと用意しないといけないですね。いや、あ、全然そんな、だって人によってそれはあれがある、紆余曲折とかいろいろあると思いますから、
多分あの樋口君の場合はあの手術だけで良かったって言ったところで、あの他の人だとね、手術と抗がん剤と、ね、あと他 の、うん、あの抗がん剤と放射線とかも、はい、いろんなあの療法があったりとかするので、それでやっぱり10分ぐらいは、はいはい、あの話あると思うんですけれども、もう今回はシンプルに、まあ、それ以外のボリュームは全部一緒なので、はい、全然全然、まあ、手術だけで良かった、逆に樋口くんのラッキーさだと思います。ラッキーでした、はい、どうでした、それで今回こう話してみて、久しぶりに、いや久々に当時のことを、うん、思い出した、思い出して良かったなって、うん、思いました。良かった、良かったですね。なんか結構そのがんになって、うん、間もない時とかってがんの友達見つけると、あ嬉しかったなとか、あそういう気持ちがなんか心の中がスーッと楽になる気持ちとかって、なんかそういうこととか思い出しながら喋れたんで楽しかったし、いい機会になりました。いやありがとうございます本当に、はい、もうね本当ぜひねこれからも SE として頑張っていっていただいて、はい、もしお子さんができたらまたガンノートにも連れてきていただけたらなと。わかりました。それハードルとか大丈夫。はい。じゃあ今日のゲストは樋口さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。